はい、かずまさです。今回の動画なんですけども、こんな感じでアクアテラリウムをやりたいと思っております。アクアテラリウムはもう何年ぶりですかね、5年ぶり6年ぶりぐらいになるんですけど、今回はこんな感じで滝とあと川ですかね、それのあるテラリウム水槽っていうのを作りたいと、いろいろねこんな感じで試行錯誤やっております。こんな感じで真っ平らな石を使って道を作ってといった感じで川をね作りたい。そして高さのある滝をね作りたいと思って試行錯誤やっております。今回は立ち上げというよりも、どんな感じでテラリウム水槽を作っていこうかという試行錯誤編というか、どんな感じでやろうかなというのをやっております。今回はこの石、真っ平らなこの石と、あと溶岩石ですね。溶岩石の方も用意しているので、まあどういった感じでテラリウム水槽をやろうかなと、何も考えずに組み立てだけやりました。あと水槽なんですけども、テラリウム水槽を購入しようと思ったんですけど、ちょっとね高かったので、今回は安く済むようにしたかったので、普通の30センチキューブ水槽ですね、こちらを購入してできる限り出費を抑えようと思いました。あとここですね、この高さを調整して滝をね表現したいなと思ってます。この L 字のパイプを使わずに水を溢れ出させるような構想も考えていたんですけど、とりあえずねこの L 字のパイプを使って滝を表現したいなと思ってます。そして表現したいのは水の流れですね。水の流れ、川をね作りたいと考えてます。60センチ水槽とかね使えばもっと簡単にできるんでしょうけど、まあこのね30センチキューブ水槽でどんな感じで表現できるかなと想像しつつやっております。石の方は大きいやつだけじゃなくて、これぐらいのね小さいやつも購入してました。この石は基板石という言い方で合ってるのかな。石自体も安い方の石なので、かなりね用意することができました。そしてね上の部分だけじゃなくて水中の部分もねしっかりと考えながらやりたいなと考えてます。テラリウムのところだけじゃなくて水中の部分も考えながら、魚が泳ぐスペースをしっかりと確保しながら水槽をね作りたいなと思ってます。とりあえず滝が高すぎるので、ここをね塩ビカッターを使って切っていこうかなと思ってます。もうねこのパイプをね外して切ればよかったんですけど、もうそのままねこれにつけたまま切っていこうとやってます。とりあえず今回は組み上げるこのね滝の部分だけ採用してるんですけど、あとは分岐させて植物たちに水やりをねしなくてもいいように分岐で水やりをできるようにしたいなと思ってます。なのでそのスペースもね考えながらやらないといけないなと思いつつ、とりあえずね今回は滝を作る構想を練っております。この川のところですね、この川のところもこれでいいのかと少しね悩みながら作成してます。滝から水が流れて、そしてね、川から水辺の方に滝のようにね水が流れるといった感じで考えております。この滝をねどれぐらいの高さにするのか、そして川の部分の高さですね、どれぐらいにするのか、あとね水中ですね、どういった水形にするのか、何もねこの時は考えてませんでした。あとこの部屋は2階にあるので、できる限りね軽量化させたい、石をね多く使いすぎないようにしたいなと思ってます。塩ビが切り終わりましたけど、やはりね水中ポンプが少しね強すぎたなと思いました。テトラさんの AT50 や AT60 のモーターを使ってます。ポンプを使ってます。なのでねちょっと水の勢いが強すぎたかなと、30センチ水槽なので、50とかねそれより低いやつでも良かったのかなとこの時はね思ってました。テラリウム水槽っていうのはあまりね長持ちしないというねイメージがあるんですけど、できる限りねこの滝の部分と川の部分の水の勢いっていうのをね、ずっとね維持したいので、できる限りねポンプは大きいものを選びました。いや、それにしてもねちょっと水が強すぎて水槽からね飛び出てるんですよね。このあとね床がかなりね水浸しになってたので拭くのが大変でした。あとこのね滝の出るところからこの川のところまで高さがあるので、やはりね水跳ねかなりしました。この衝撃をねどれだけ緩めれるかもね考えないといけないなと思います。勢いが強すぎて水槽のね半分ぐらいまで飛んでますよね。これをねいかにして弱めるか、殺していくかといった感じかなと思います。あとこのレイアウトですよね。こういう流れでいいのかというのもね考えながらやってます。このねカーブの仕方もそうなんですけど、1段目から2段目にね流れる高さですね、これも少しね高すぎるかなと思うので調整が必要かなと思います。いや、それにしてもね水の勢いが強いので、ほんとねこの水の勢いをどうやって抑えるかがね今後の鍵になってくるのかなと思います。はい、というわけで今回の動画は滝と川のあるテラリウム水槽を作りたいということの構想編ですね。まだ立ち上げれる段階ではないので、こんな感じで実験を繰り返しながら水槽をね立ち上げていきたいなと思います。こうやって想像しながらね妄想しながら水槽を立ち上げるのってほんとね楽しいですよね。続きが気になる方、是非ねチャンネル登録してお待ちいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。